2016年3月4日、4年後に迫った東京五輪パラリンピックのメイン会場となる新国立競技場の設計に、聖火台の設置場所が明記されていなかったことについて、韓国の複数のメディアが報じた。3日、新国立競技場の整備計画に聖火台を置く場所が設けられておらず、現計画の策定までもごたごたが続いた同競技場で、再びデザインを変更する可能性があることが分かった。新デザインに採用された建築家の案は、屋根に木材が使われるため、競技場上部に聖火台を設置することは、消防法上の懸念があるという。五輪省は、同日、これに関する検討チームの設置を発表、4月中には、聖火台の場所を決めたいと述べた。これについて、韓国のネットユーザーが、次のようなコメントを寄せた。最高のギャグだ。どういう仕事の仕方をしてるんだ。聖火台は五輪の核心のはずなのに。お隣の国も、あ、しまった、があるんだね。初めてやるわけじゃないだろうに。この五輪は初めからめちゃくちゃ。エンブレムの盗作騒ぎから始まって、1990年代以前の日本という国のイメージと、2000年代以降の日本の姿は、随分違っているように感じる。日本もだんだんおかしくなってきている。別の意味で2020年の五輪が楽しみになった。東京五輪をやるなという意味じゃないのか。聖火台を移動式にしてどこの競技場でも使えるように作ればいいのでは。聖火台をホログラムで代用したらどうかな。東京五輪がこんなに大騒ぎでも日本人は平昌冬季五輪の心配ばかり。一つの国がどうしたらこんな間抜けなミスをできるんだ。